さあ今ムービーが終わって、ちょっと待って待って、いきなり戦うのか、ちょっと待って待って、ちょっと待って待って、スモークレスモークレ、待って、こんなやつ、こんなやつらと今から戦うの、え、ちょっと待って待って待って、やめろやめろ、おいおい、ムービー終わっ、ムービーが終わったと、ちょっと待って、なんで中にいるんだよ、なんで中にいるんだよ、おかしいだろこれ、ふざけんなよマジで、普通逃げるだろ建物内に、いるのかよ、おい、あの、ね、今ちょっとムービーの説明しようとしたんだけど、ちょっと待って、あーくっそくっそ、ちょっと待って、これダメだ、これやばい、これ死ぬ可能性ある、普通に、うわ避けた、あやばい、これやばい、うわ当たんねえもんだな、散弾銃ってさ幅広く当たるもんでしょ、いや今の当たったろ、クソゲーだなマジで、もう次から次と、散弾銃っていうのはさ当たりやすくなってるもんでしょ、なんでこう、わもう次から次と、うわ来た、すげえな、うわなんかタックルみたいにしてない今、危な、ちょっと回復しよう、ムービーの説明しようとしたわね今、なんか金髪の男が現れて、あのチャプター1に出てきた時のなんか ライバルみたいなやつ、あいつもバンツァー乗るんだって、でそいつがなんか仕掛けてきたみたいな、ほんとそれだけ、もうガンガン走ってくんな、来いや、建物に逃げるって思ったら建物にもういるもんね、さっき俺が全員駆逐したはずなのに、それ読んでんのかな、ゲームの作ったやつ、そしたら相当性格悪いね、いるのかよ、ふざけんなよマジで、しかも俺が移動しても的確にさエイムしてくるからね、こんなのふざけんなよマジで、理不尽もいいとこなんだよクソゲーが、来いや、このねなんか銃での攻撃もね正直言ってすんごい当てにくいの、リーチがないから、でも向こうは的確に狙ってくるからね、くっそなんで当たんないの、まあ距離、まあ確かにね射程は短いもんだけど、あのショットガンってすごい的確に避けるよねこれね、ボディがガラ空きだぜ、俺に背中を見せたのが終わりだ、まだいる、嘘だろ、これ頭打ってるよね、頭打ったら終わりにしようぜ、そういうもんだろこういうゲームって、あやばい、まだいる、あそんな遠くにいるの、そんな遠くにいたの、あそう、くっそ、これは音やむまで待つっていうパターンできない、あの距離はちょっとさすがに無理だぞ、あ近づいてきた、あなんか投げてきた、いやでもこれなら待って倒せる、ワンチャン、くっそ当たんねえな、 PUBG とかね、なんかそういうフォートナイトとかそういうレベルじゃないから、このエイムの難しさ本当にむずいから、見事だよなこれ、こんなに当たんないもんかねってぐらい難しいからな、もうちょっとイライラしてるわ俺、ガバ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 エイムっていうのはあれだから、これ俺のせいじゃないからね、このゲームのせいだから本当に、あなんかレイガンとか言ってる今、なんで今後ろ、あーそっか建物の柱があったのか、いや本当にまともに銃撃戦だけで相手しようとするとこういう目に遭う、まだいるのか敵、音が鳴りやんでないってことは、これそういうことだよな、え、なんでだ、まだいるのか、どこにいんだ、ん、一生音鳴りやまないパターン、これもしかして
そうだ、アイテムじゃなくて、あの回復できるところがあるんだ。そうそう、あ、来た来た。ちょっと待って、一旦ちょっとこれ使わせて。リロードすんなバカ、同じ四角ボタンだから。んどこにいるんだ、どっから撃ってんだ、ちょっとわかんない。ん？ちょっと敵の場所がわからない。あー、すげー遠い、すげー遠いとこから。どうやってわかったの、なんでわかったの。もう的確に狙ってくるもんな、すごいよな。ちょこっとしかまだから体はみ出てないのにバリバリ撃ってくんじゃん。お前らにはな、その弾が切れっていう概念がないからな、そうやって撃てるんだろうけど。難しいな撃つの、ほんと狙うの。さすがにこれはなんか使った方がいいな。でもグレネードも避けるからね、普通に。ほんとにグレネードとかって叫んで避けるからな、魔法じゃねえんだからよ。これは狙えるか。こんな当たってても死なねえんだもんな、化け物かよ。痛がれよ少しは。まあ距離詰めていくしかないか、俺がショットガンの距離に、少しでもショットガンの距離に。いやこれ厳しいな。あ、リローディング俺もリローディングじゃねえかよ、クソが。よし、これでなんとかなるか。まだでも音鳴らないな、音が消えないな。音鳴らないじゃなくて音消えない。え、この子はもうあれなのか、じゃあ倒していかなきゃいけないみたいな、急にそういうシチュエーションになった。ハンドガンの弾か、全然必要としてないんだけど俺は、そんなもの。あ、音鳴った、あー音が鳴りやんだ。よしよしよし。でこれ公園のと、あ、そっか、公園のところか。一旦隠れて、ちょっとマップ見よう。目的地ここか。とりあえず元来た方法で道でなんとかなるか。これは敵が固まってる。そっから退け、俺がやるんじゃ。あー、この距離でも撃たれちゃうのか。あ、この距離っていうか壁越しでも。でどうすりゃいいんだ。あ、敵はいなくなった。これは回復アイテムもうガンガン使っていこう。鎮痛剤もガンガン使っていくわ。向こうは多分無理だな、こっち側だな。ってことは敵がやっぱいるのか。うわー、いるな。あれ倒したいな。もうこっち向いてもいいよ。何や、何、なんか10円玉でも落としたの。あれ倒さなくても済んだ。ムービーが終わってレオニードになんか助けられる形でここに来た感じなんだけど、レオニードとミハエルの会話がただひたすらなんか口喧嘩みたいな、なんか揚げ足の取り合いみたいな、お互いにマウント取り合いみたいな、すんげえくだらね会話して終わったわ。停止しているバンザーの位置をデバイスに転送します。あ、来た、バンザー動かすシーン来た。あのクソつまんねえミニゲーム来る。ちょっとセーブしよう。でセーブして、デバイス転送して、あ、近いな、目と鼻の先だ。
やっぱグリューチよりショットガンのが強えな。ほんと使いやすいショットガン。まあ3発ってのがちょっときついけど。ん？近くにいる？ん？後ろか。ここにはいない。いないね。とりあえず目的地も近いな。70メートル。あ、でも敵一人いるか。どうしよっかな。どうやって倒すか。こっそり倒せないかな、これ。なるべく近づいて近づいて、ドン。よし。で、敵、あ、いるな。バンザーがあそこにある。なんとかならんかな、これ。あ、バレたか。くそ、バレた。もうゴリ押しで乗れねえか。乗れた。ゴリ押しで乗れるもんなんだな。さあ来た、ミニゲーム。丸ボタンでダッシュ。うわ、なんかいろいろオブジェに絡まるんだけど。で、バツボタンのステップカバー。これで人を敷けばいいか。なんかいる。ああー、なんかいる。いるいる。敵、あー、敵がいる。ちょ、待て待て。うわ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 。向こうすごい操作がお上手で、こちらは操作今教えられたばっかなんですけど、移動できることも知らなかったからね。確かチャプター1の時はね、もう移動もクソもなかったから。なんかこれ弱そうな武器ばっかりだな、俺。何このザクマシンガン、60ミリバルカン砲みたいな。あ、死んだ。あ、向こうにも敵がいっぱいいる。いや、いろいろなんか、ごちゃごちゃ当たって、あれな、鬱陶しいな。あ、なんかまた、2体目来た。まさかの2体目？マジか。もうガンガン撃っていくわ。弾切れなんか知ったこっちゃねえ、俺には。俺はやるんだ。俺は生き抜く。ダメージ拡大、俺も食らってんのか。死ねよ、早く。ん？なんか武器がある。三角 R に、あ、来た。左手武器ライフルを接続しました。ん、なんか前まだ来んの、これ。ライフル、うわ、難しい。これライフルか。ロケットランチャー注意してください。あ、ロケットランチャーを撃ってくんのか。まだ出てくんの、まだ出てくんの。ちょっと待って、まだいんの。おいおいおい、聞いてねえよ。ちょっと待って、これ逃げよう。一旦逃げない。さすがに2人相手はきつくて厳しいでしょ。うわー、なんか操作クソ、操作ゴミ。うわ、イライラするな、この操作。前これ進めないの、これ。なんかいろいろオブジェに引っかかって、マジでうぜえ、マジうぜえ。しかも向こうは最強だな、もん最強ムーブだもん。クソ、あー、くす、これやばい、負けるかもしれねえ。あ、やられた、やられた。アイテム、うわー、むず、これ。めちゃくちゃむずいじゃん。本当に操作性がイライラするな、マジで。俺そればっか言ってるわ。慣れないと、まあそれでも慣れないとな。なんとかしてやんだ、倒さないと。とりあえずどこにいるんだっけ。まず1人目でも大体分かったわ。まず1体目はなんとかなるな。いた、お前だな、最初の相手は。こいつでまずね、体力全く食らわないようにしたい。こいつにはね、もうノーダメでいきたい。あ、ロックオンされてる、ロックオンされてるけど食らってんじゃん。動いてるよ、こっち、ちゃんと。いやー、ノーダメ無理か。いや、難しいな、こいつ。移動した後さ、ロックオンっていうか、エイムがそれるわけじゃん。こいつらなんでそれないの？的確すぎるだろ。そんなのもう人間技じゃない。あ、倒した？倒した。で、こっからだ。大体ここら辺に不時着するんだろう。来た。今からじゃ。
今からじゃ俺はお前をまず速攻で潰す。お前を速攻でまず潰す。あ、録音されてる。押し倒した。で次はねあれだ、3体目はなるべく距離取る。もうそういうことだろ、鼻から距離取ってやる。あーでも距離取んなくてもよかったかな。来た、こいつ。あ違う、こいつ近距離マンじゃない、やばい。違う違う、間違った、こいつ距離取っちゃいけないやつだ。くっそくっそが、くそボケが、こいつかな距離取るべきは。そうかな、違うかな。倒した倒した倒した。あと何体だ今いた。あこいつだ、距離取るべきは。今何倒したんだ。じゃあ倒した倒した、ダメか。え、なに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 、どっから来た、どっから来た今。クソ、外した。やられろ、もうやられていいだろ、しつこいんだよ。え、あよし倒した倒した。これ何、あ刀か、やべ火吹いてんじゃんもう。あいたいたいた。あこれ近接武器だから遠くまで行かないと、遠くにち、あなんだ、近づかないとダメだな。向こうはバズーカか。うわ危な、近づかなきゃいけないのか。武器変えた方がいいな、ならこっちの方がまだいいか。どっちから来るんだこいつで。最後臭いな、すごい。なんとかロックオンされないように、当たらないように。遠くからコソ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 、死ね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 、早く死んでくれ、頼む。危な、頼む。これ食らってんの、このなんか。危ない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 、こんな細長い細長いレーザーで。これメガ粒子砲も真っ青だよこんなの。倒した、あ倒した、片付いたか公式。あーやっと終わった、地獄地獄終わったわ。ちょバズーカ撃ってみたい。あーこういう風に狙えるのか、すげえずるい、こんな武器持ち上がって。これすごい狙いやすいもんこれ。これどうやって降りるんだっけ、四角。とりあえずあれ、これどうやって降りんだ。ん？なんか降りれる場所みたいなの決まってんのかな。あれこれわかんねえ、確か四角だった気がするんだけど、あれ違うか。え？あれ降りられない、あ降りれた。え何これ、なんか四角ボタンで降りれたんだけど、降りれる場所と降りれない場所ってのが決まってんのかな。でも何にも表示してくんないからわかんねえんだけど、降りることも苦難っていう、降りることも苦労するゲーム、マジイライラする本当に。でも始めたからにはもうゲーマーだからね、最後までやらざるを得ない。
もしかしたら途中ですんげえ面白くなるかもしれないし、このゲーム神だわって言ってる可能性もあるし、手のひらくるんなんてもうね、いつの日でもあるから、そんなの日常だから。それはプロ野球ファンとか特にそうでしょ。あの選手なんであの監督はあの選手もう毎日使うんだろうみたいな、ふざけんなよっつった次の日にホームラン打つとかね。あれどこだ、もう敵がいない。一応クラフトアイテム取って、もうこれで終わりにしてほしいな。さすがにここの建物かな、ゴール、ゴールであってくれ。パトリック、フリージャーナリストパトリック。あ、一応セーブできる、セーブしよう。よし、じゃあセーブしよう。えって2階だな、多分2階に多分いるんでしょう。パトリックよ、物語を終わりであってくれ。チャプター6長いぞ。チャプター6はね、難しいっていうよりただ単純になんか、さあ、そして今これチャプター7で、さっきのチャプター6はあれでやっぱクリアできたね。結局みんなね、最終的には港へ向かう感じだね、向かう感じで、このオリガも今港へ行って、でそれで船で脱出しようとしている感じだね。で一旦ちょっとここで今回は終わりにしようと思います。次回からちょっとチャプター7やっていこう。